満州で生まれ満州で育った私山口よし子は、中国の古い風習に従った養子縁組で李香蘭という中国名をもらいました。李香蘭。そのため宝典、現在の信用の放送局で満州新歌曲を歌った時に歌手李香蘭が誕生したのでした。その李香蘭を映画女優にしたのは、日満親善を掲げて映画作りをしていた満州映画協会満映でした。李香蘭は満映の映画を皮切りに日本の映画会社との合作映画に次々に出演しました。昭和16年、日米開戦の10ヶ月前、日劇で李香蘭コンサートが行われ、押し寄せた観客は大変な熱狂ぶりを示しました。お疲れ様でした。こんなのは日本の舞台始まって以来だそうです。おめでとうございます。ありがとう。宮古新聞が李香蘭の日本人説について取材したいって言ってきました。え、私もさっき新聞記者からそういう質問を受けました。あら、児玉さんも。ええ、李香蘭は中国人だと言っているが、本当は佐賀県に本籍のある日本人だという噂があると。天勝です。公演大成功だそうですね。おめでとう。宮古新聞のことですが、大騒ぎすることはありません。あなたがインタビューに応じて本当のことを話すのがいいと思います。たとえ書かれても今の李香蘭にとって大したことはありません。大スターが嘘をつくと世間はかえってうるさい。おはようございます。児玉さん。はい。おはようございます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 。ああ、宮古新聞ですか。読みました。読んだの？もう。それに僕はそのことは知ってました。東方であなたの資料を読みましたから。確かに中国人にしては日本語がうますぎますよね。しかしそんな大したことじゃありませんよ。あなたもそう思う？大体マレーネ・デートリヒやグレタ・ガルボが何人かなんて我々は気にしませんよ。大スターは国籍なんて超越する存在なんです。そうですか。そろそろ劇場行きましょう。はい。公演2日目も変わらぬ行列ができました。李香蘭は国策映画のための操り人形だと新聞が書き立てるだろうと思いましたが、この頃は女優のプライバシーを報道する風潮はなかったのです。私は中国人の李香蘭のままでした。しかしこのことは後に私の人生を大きく左右したのです。日劇公演の後、私に一通のファンレターが届きました。思いもかけない大騒動に巻き込まれてさぞかし動転なさってることとご同情申し上げます。今は個人の価値が軽々しくもてあそばれる時代です。あなたは心に光るものを持っている人です。それをいつまでも大事にしてください。大学生
松岡健一郎。手紙の主は当時の外務大臣松岡洋介さんの息子でした。松岡です。リコーランでございます。僕も日劇の舞台は見ました。一生懸命に歌ったあなたが騒動の張本人のように報道されて、もめくちゃにされているのが気の毒に思えて、そんな社会に対する憤りの気持ちから手紙を書いたんです。あなたが中国人名で映画や舞台に引きずり出され、観衆の好奇の目にさらされ、空虚な人気に翻弄されているのがとてもかわいそうに思われたんです。松岡さんと人目を忍んでしばしば会うようになりました。ちょっとその辺散歩に行ってきたらどうですか。あの曲なんて曲です。ベートーベンのバイオリンコンチェルトです。ふーん、よく覚えたね。うるさいわね、八つ当たりしちゃって。父は米国との戦争は避けられないと言っています。戦争になるんですか。ええ、その時のために僕も海軍経理学校に入ったんです。松岡さんも戦地へいらっしゃるの。海戦ということになれば。戦争になりませんように。満州外交部に勤めていた親友の伊藤がリコーランとの結婚を進めるんです。この間僕の胸ぐらを掴んで、一体どう考えてるんだ、決断しろ、お前の親父がなんだ、家がなんだ。リコーランは中国人だと言ってるが、本当は純粋な日本人なんだ。世間の人が何と言おうと、好きならプロポーズすべきだと言われました。でも簡単にいかないことぐらい私にはよくわかります。お父様もきっと反対なさいますわ。あなたのように汚れのない味だ。あなたがどれほど純粋な人なのか世間の人はほとんど知らない。松岡さんが分かってくだされば私はそれで。僕はね、今度うちに行きませんか。本当？私がお邪魔してもいいんですか。ぜひいらっしゃい。来週はまだ日本にいるわ。来週はちょっと。じゃあ中国へ帰って冬にこっちに来た時に。なるほど、中国へは帰るって言うんだね。そうね、中国に行って日本へ帰ってきた時に。松岡さんは私を日本人だって思ってくださるでしょう。もちろん。本当にすみません。ご希望のおかゆです。
リコーラにこんなことをしていただいて恐縮千万です。いいえ。甲賀を読みましたか？はい。どうです、中国人の曾監督が3年かかってシナリオを書いたそうですよ。甲賀の大洪水と戦う農民の姿がよく描かれていると思います。そう、いただきます。私は反対してるんだが、根岸さんが前もこういう作品を作った方がいいというし、あなたも大陸宣伝集の強い甘っちょろいメロドラマばかりでは物足りないだろうからね。ええ、でも私の役は先祖代々甲賀のほとりに住む農民の娘です。日本人の私がこの役をやってもいいのでしょうか？そうですか。じゃあやめますか？いえ、私が申し上げたいのは、中国人を騙すのが嫌だと言うんでしょ？中国人のふりをして日本人を騙したと日本の新聞に書かれたばかりです。甲賀、やらせていただきます。ウイスキーを飲みましょう。そしてこの数日後の12月8日、日本はハワイの真珠湾を奇襲攻撃し、米英との戦争に突入したのでした。私は松岡さんからの求婚を望んでいたかもしれません。しかし彼は開戦と同時にサイゴンの海軍司令部に慌ただしく赴任してしまいました。私は甲賀の撮影のために河南省へ向かっていました。汗と砂塵に汚れたその顔は作家の田村泰次郎さんにそっくりでした。田村さん、いや偶然だな。お久しぶりです。甲賀上流の部隊に伝令事項があったので派遣されて、その代わりです。兵士の山国にもう3年も立てこもってますよ。嫌な戦争、嫌な軍隊だ。小説は？いや、強力な共産軍との戦いで。あなたは本当に中国人だな。今度のお仕事は中国の農夫の役なんです。そう、この時局に中国人の役は複雑だね。ええ、それではここでお別れします。もう一度あなたの歌が聴きたい。お元気で。
邦画の撮影は3ヶ月にも及びました。私が演じる農民の娘に中国の人々が共感してくれたらどんなに嬉しいだろうと思いながら、女優としての脱皮をかけて初の汚れ役に挑みました。対岸の中国軍が撃ってくるのでした。毎日戦争がありました。背景、黄河の撮影はいかがでしょうか。中国軍との戦闘もですが、そちらでは水と食べ物にご注意ください。あ、これは中国育ちのあなたには余計なことですね。あなたを思うと守ってあげなければ傷ついてしまうのではないかと心配です。東京にお越しの節はいつでも身辺警護のご要件受けたまわります。警具護衛官。守ってあげなければ傷つくですって、恋文ですねこれ。え、そんなつもりはないでしょう。昭和18年、私は中華電影の映画「万声流峰」に出演するために上海にいました。对了战飞，你是怎么决定出演万世流芳的呢？中華電影は萬映と同じく日本の国策映画会社でしたが、河北長政さんたちの努力でリベラルな方針を貫いていました。どう？黄河、公開が難しいらしいね。根岸さんは傑作だって言ってたけど、このままお蔵入りでしょうか。まあ軍の締め付けがますます厳しくなってるからね。この万世流峰の企画がよく通ったわ、ね、時代劇なんでね、なんとか言いくるめて制作までこぎつけたけど。中国の英雄がアヘン撲滅のためにイギリスと戦うというのは、置き換えれば日本と戦うという、そう、愛国映画限りなく玉虫色だから、あれだけのメンバーが参加してくれたんだ。上海にはまだ進歩的な中国人が残っていて、万声流峰には当時私が憧れていた人気スターが顔を揃えていました。万映から参加している俳優は私だけでした。僕の父はね、清国政府の要請で軍事顧問をしていたんだけど、北京で日本の憲兵隊に暗殺されたんだ。憲兵隊が？そう、父は中国に骨をうずめるつもりで北京に残って、中国に帰化してエリート将校を育成していたんだけど、そのことが日本軍の疑惑を招いてしまってね。父の血かな。僕は中国が好きでね。君も中国が好きだろ。ええ、中国で育ちましたから。うん、だから同志なんですよ、私と李香蘭は。同志？そう、日本と中国の友好のためにいい映画を作りましょう。満映をやめて天笠正彦という怪物と決別しなさい。李香蘭は中華電影でお引き受けいたします。よしこちゃん。おじさま、満映やめるのかい？いやね、聞いてたの？天笠さんに告げ口しないでよ中国人の記者に皮肉を言われた。
日本人が上海を占領してただ一つ良かったのは強力な軍事警察を置いたことです。すっかり治安が良くなりましたとさ。すごい皮肉ね。私はおじさまの丈夫じゃありません。尾行されてる。尾行って？川島よし子が僕のことを東条英機に密告した。お兄ちゃんが？そうだ。よし子は僕を恨んでる。僕が女優たちと乱脈な関係を持ち、その中の中国が女スパイに日本軍の機密事項を教えてると密告した。それでずっと憲兵隊の尾行がついてる。多分僕は内地に召喚されて軍法会議だ。軍法会議。日本に帰りたくないな。このままずっと中国にいてアヘンを吸ってるみたいにポワーッと生きていたいもんだな。的危险信说，我要是有买银行保单，就是卖国债。影迷们是讨厌买印，对，嗯。日本軍の高級参謀は今日日本総会の終月に来いっておっしゃってます。不要，我最讨厌在中国人、女人还在面前做狠的日本女人，就说我不乐意，绝对不接吃饭。日本军人都是混蛋。是啊，都要投降了，还这么趾高气昂的。对，意大利也败了。导演呢？今天不拍了。陈云上去给日本军舰进港献花了。他不愿去，但非让他去。最后答应不拍照，这才去了。但肯定会拍照，报纸上一定会写，上海最有名的演员，热烈欢迎日本海军。这些家伙，真肮脏。結局チェン・ユンシャンさんの写真は新聞に載ってしまいました。中国全土で上映されました。毛沢東の共産党政府の拠点延安でも蒋介石国民党政府の首都重慶でも上映され大ヒットしました。
すまない、せっかく来てくれたのに。去年からサヨンの鐘、誓いの合唱、戦いの街、私のウグイス、万世流法と立て続けに5本だからね、疲労困憊なんだよ。本当にすいません。どうぞ。以李香兰的名字生存是对中国人的欺骗，其实他心里一直很痛苦很累啊。そろそろ結婚させようかと思って、いい青年がいてね。ダメですよ児玉さん。でもそんなに目をつり上げて怒らなくたって。吉子は大女優なんです。ファンに対する責任があります。今まで騙したんです。死ぬまで騙すのが女優道というものです。啊，是上狗。啊，好久不见了。是，当年大夫卖蛋糕的三边，每个三边店都卖不到。是，谢谢您。啊？忍者小姐要参加抗日游击队，去重庆。北平被日本军占领了，什么都干不了。我要去重庆和他一起参加抗日运动。但是怎么去呢？铁路被炸了，打算走着去重庆吗？嗯，我要走去。北平被敌人发现了。怎么办呢？被占领了怎么办？说不定被杀了。我会说我是李香兰的好朋友。我想日本兵是不会杀害你的好朋友吧？桂虎，你知道我的事。我知道。你知道我是日本人？是的，抗日集会的时候，问你。如果日军进攻北平，你会怎么做时，你特别痛苦地说，我会站在北京的城墙上，意思就是要被中日两军的子弹打死，对吗？在那之前，班级里就有几个人说你不是纯粹的中国人，那时你的发言更加深了这种怀疑，于是有人调查过你，发现你其实是日本人。你一直在逼迫着我。虽然有人想谴责你，但那只是一两个。同学们都说，你是我们很重要的朋友。即使是日本人，又有什么关系呢？但是。今天我就要跟你道别了。道别，桂虎，我要参加游击队，就是我的敌人，欺骗了中国人民的你，跟川岛芳子一样都是东洋鬼子。桂虎，为了国家，我要献出自己的生命。再见了。万世流法の大ヒットで、北京の中国人記者たちは私を共同記者会見に呼びました。私はとても憂鬱でした。我也在担心君来了。担心？你已经无法忍受走李香兰了吧？我想说真话。不行，我绝对不能赞成啊！有知道你身份的中国人，他们都不愿意。你是中国人啊，你是在北京诞生的明星。李香兰，你不要破坏我们中国人的梦想，嗯？万事流芳，白秀忠，最高兴的是，
郑云山小姐，前老朋友。最初，郑小姐因为我是马英的演员，所以不太融洽。但是现在我们一起吃饭，一起跳舞，很要好。在拍摄，我是刘欢中。最高兴的是，郑云山小姐当我是朋友。李向来小姐，至今为止，你出演了《白兰之歌》《支那之夜》等一系列日本的影片，我想请问，你是出于什么样的用意？出演侮辱中国的电影，你难道不是一个中国人吗？为什么要出演那样的影片？你是不是已经丧失了民族的自尊？二十岁前，没有辨别力的时代，犯下的错误，我什么都不知道，犯下的错误。现在我很后悔，我道歉，我演了那样的电影，请原谅，不会再有第二次了。さんは日本へ送還され、国家反逆罪、秘密漏洩罪、軍規違反、麻薬吸引など10項目以上の罪で起訴されていました。面会させてもらえなかったわ。どこかで美味しいご飯でも食べましょうね、小玉さんも。残念ですが赤髪が来たので、どうもいろいろとお世話になりました。戦争に行くんですか？児玉さんの出征が間近になったある夜のことでした。私は本をもらうために彼のアパートに行きました。早く開けて、寒いわ。すみません、散らかっちゃって。あ、どうぞ上がってください。今お湯を沸かして湯たんぽを作りますから。もう大丈夫、寒くないわ。あ、どうぞ、必要な本見てください。固めの杯ってやつを。はい、よろしくお願いします。心に欲、行に、国調、心を一にして、余々、
保有愛心時虚権己を辞し博愛衆に及ぼし学を治め行を習いもって知能を啓発し可愛い顔をしていたあの子たちまで戦場に駆り出したくないもんだ部下を死なして自分一人だけ生き残ったせめてああいう子たちの盾にならないといけない私はバカだわ一番大切な人がすぐそばにいることに気がつかなかっただから大根なんだ人の気持ちが全然見えない大根女優なんだわ中国人でもなければ日本人でもないリコーランなんて変な名前の人形みたいな生きた血の通っていないバカな女なんだわあなたのそばにいてあなたの映画を見て歌が聴けて幸せでした私も幸せにしてください映画を見せてください戦地でリコーランの映画を見たらどんなことをしても生きようって思うだろう嘘野毛藩で死なせた部下を追おうと思ってるくせにいやそんなことは嘘ばっかりねえねえ必ず帰ってきます本当に絶対帰ってきますからいや今幸せにしてください帰ってきますから絶対に今幸せにしてくださいねえお願い幸せにしてくださいこれをあげるでもこれもだから好きな本を持って帰ってくださいいらない本なんかいらないお忙しい中、お時間を取っていただいてありがとうございます。どうぞ。アラビアのロレンスですか。ええ、映画にしようと思うんです。あなたの企画も考えています。山賀君は残念でした。手を尽くしましたが、とうとうダメでした。何度か会いに行きましたけれど。会えなかったでしょ。ええ。川島よし子に復讐されましたね。まさか、軍法会議で禁錮10年を食らうとは思ってなかったでしょう。女は怖い。戦局は日に日に悪い。しかし、蔓延だけは元気を失ってはいけないはい頼みます話というのは長い間ありがとうございましたはもう中国人になりすましていることができなくなりましたこれまでに日本と中国の板挟みになってずいぶん苦しみましたこれ以上リコーランとしての生活には耐えられないのです
契約を解除していただきたいと思います。よくわかりました。女優は続けるんですね。そうしたいと思います。そうですか。長い間ご苦労様でした。天和だ。リコーラーの契約書を持ってきてくれたまえ。あなたがリコーランでいることの不自然さは私にも分かっていた。満州国や蔓延がどうなるかは分からないが、あなたの将来は長い。どうか自分の思う道を進んでいってください。できるなら日本の映画界で発展してください。辛いことが多いはずです。くれぐれも体を大事にして自分の道を進んでください。ありがとうございます。満州や蔓延はどうなるかわからないが、お前は自分の道を歩んでくれと言ったのか。ええ。そうかよ。日本は負けるのかしら。児玉君はフィリピンだったね。ええ。レーテも米軍に捕らえて大変だろう。絶対に死なないわ。そうかい。あ、そうだね。車が来ました。送ってあげようと思ったんだけど、お父さんが。置いていくわ。行ってきます。次の映画は何だい。まだ何も決まってないわ。選曲が悪くなって川北さんも企画に苦労しているの。選曲は悪化の一途をたどっていました。神風特攻隊が編成され、若者たちが次々と命を散らしていきました。昭和20年3月、硫黄島守備隊が玉砕。3月10日の東京大空襲では、東京の約4割が焼失して、死者は7万2000人に達しました。日本は反共産主義でも、日本とソ連は中立条約も結んでるんですから、ソ連の映画を上映できないというのは変じゃないの？リュウバさん、わかりました。なんとかイデオロギー色の薄いものを上映できるように努力してみますよ。今日はこれで。リサイタルのリハーサルがあるので。誰のリサイタル？リコーランですよ、映画女優の。ああ、彼女は本当は日本人なんですって。まったく、役者じゃの。何？全部調べてるくせに。山口よし子という名前の日本人だって。え？山口よし子、まさかよし子ちゃん。時局の悪化で中華電影の映画制作は全面的に中止になり、川北さんは上海陸軍報道部の要請でリコーランのリサイタルを企画しました。音楽監督に起用されたのは服部良一さんでした。この曲は今やリコーランの曲ですが、上海の作曲家レイ・キンコウさんの名曲です。このイーライシャンをジョージ・ガーシュウィン張りのシンフォニックジャズにして、クラシックファンもジャズファンも楽しめるようなものにしたいと思います。いいでしょう。その代わりタイトルは幻想曲はどうでしょうか。報道部には頭の固い軍人が多いからな。いや、
来シャン幻想曲か。どう？もともと明るいルンバ調のものだからどんな風になるのかしら。ねえ、中国語でも歌える？ええ、もちろん。さ野口くんはね、東京美術学校出ててうちの映画のポスターを書いてもらってるんだけど、完全なジャズ男だよね。あ、じゃあご挨拶帰りに。素晴らしい。いいだろ、なかなか。哀れ春風に嘆く椅子よ、月に切なくも匂う遠来者。お尻がムズムズして座ったままだと歌えないわ。それじゃあリズムに合わせて自由に体を動かしてごらんよ。哀れ春風に嘆く椅子よ、月に切なくも匂えないじゃんこの。リサイタルは昭和20年6月、西安ジロのグランドシアターで昼夜2回、3日間行われました。日本の配色が濃く、川北さんは李香蘭が日本人だと知った中国人は聞きに来ないだろうと言っていましたが、切符は売り切れで、聴衆の 90% が中国人と外国人でした。
子ちゃん。リュバ、リュバ、リュバチカなのね。そうよ、父も母もいるのよ。这夜色茫茫，也爱这夜莺歌唱。急に法典からいなくなって、私毎日家に行ったのよ。私たちはボルシェビキでした。ボルシェビキ？ロシア共産党？そうです。憲兵にそのことが知られてしまって、中国中を逃げ回りました。3年前に上海に来たの。私も父もソ連領事館に勤めてるの。そうだったの。おじさんとおばさんはお元気？ええ、北京にいるわ。北京？そう、私たちロシア人でも変な目で見ずに温かくしてくれて。いいえ、父も母もあなたにはすごく感謝しています。私の肺が治ったのはリュバが肺を鍛えるためにマダム・ポドレスフを紹介してくれたからよ。よしこ、胸を張ってドレミドレミ。ダメダメ、もっとドレミ。助けて。私たちはハルビンに行くからしばらくはいないわ。ハルビン？また上海に戻るでしょ。ええ、戦争が終わったら多分戻る。戦争は間もなく終わるでしょう。日本はソ連に戦争終結の仲介を依頼しましたが、ソ連はそれを無視し、ついに7月26日、アメリカ、イギリス、中国は日本に対して無条件降伏を勧告するポツダム宣言の受諾を迫りました。なんとなく人々の顔に余裕があると思わない？AFRS やロンドンの BBC 放送では日本の降伏は時間の問題だと言った。クソ、お前は日本が負けた方がいいと思ってるのか？毎日ジャズばっかり聴いてるから頭の中までアメリカ人になったのかと思ったぞ。俺は陸軍報道部に頼まれてジャズ音楽を放送する仕事をしてるんだ。お国のためだよ。喧嘩しないで。暑いな。なんだあいつら、何薄ら笑いしてやがるんだ。もう戦争に勝ったと思っているのよ。お父さん。よしこ。父がわざわざ訪ねてきた理由が私には分かりました。児玉さんのこと。ああ、マニラからだ。消印は去年の10月になってる。去年の10月。その後は？うん、手紙はそれきりだ。そう。だけど望みは捨てちゃいけないよ。アメリカの捕虜になってるかもしれないし、どっかに隠れてるかもしれないし、いや、もし駄目だとしても戦死だとしても強くならないといけないよ。こういうことは自分だけじゃないんだからって強くならないと。戦争なんだからみんながみんなかわいそうなんだからね。Thank you.
拝啓、お元気ですか。今こちらで一番人気があるのはラウレル大統領、そして二番目がリコーランです。一度フィリピンにいらっしゃいませんか。護衛はお任せください。こんな遠くであなたの評判を聞いて誠に嬉しく思っています。私は必ず戦争に勝ち抜き、あなたの前に帰ります。必ず山口よし子を幸せにします。信じてください。良い映画楽しみにしつつ、南十字星の下で。よし子、よし子。よし子、大丈夫かい。お父さん悪かったね。児玉くんのこと勧めたりなんかしなきゃよかったんだ。でもお父さん、よし子がリコーランでいることに疲れてるから、結婚して幸せになってもらいたかったんだ。お父さんには関係ないの。私の考えで児玉さんを好きになったの。私の、山口よし子の本当の気持ち、児玉さんと幸せになりたかった。この時にはもう児玉さんはこの世にいませんでした。昭和19年10月、アメリカ軍の陣地に突撃して亡くなっていたのです。America has dropped a new bomb on Hiroshima, Japan. Strike major blow for the Allies against Japan. 新型爆弾が落とされた。新型爆弾。広島は全滅したそうです。全滅。日本の降伏は時間の問題だと。你们认为苏联人会打过来吗？必ず参戦してくるものと思われます。日本政府はスターリンに英米との和平工作を依頼するために、近衛元首相を特使としてモスクワに派遣しようとしましたが、不調に終わりました。日苏不是签订过中立条约吗？会与会处だ。如果苏联建仓的话，関東人决定放弃新疆，在东方放进印尼。放弃新疆？是的，军方的前途临江。去临江？干破也去吗？不去。你要留在新疆？我被说要说后买。8月9日、ソ連は突然満州に攻め込んできました。その同じ日、上海競馬場で大きなコンサートがありました。終戦の6日前に、私はまだ歌っていたのでした。お疲れ様でした。野口さん。あの、ちょっと大事件で。今朝、ソ連が満州に攻め込みました。ソ連、中立条約は一方的に破棄です。今、満州はひどいことになってるかもしれません。それに、アメリカがまた新型爆弾を長崎に落としました。また？AFRS では、
長崎も壊滅的な被害と予想していました。もうダメでしょう。上海にいると危険です。北京か、あなたなら東京へ。私はまだ軍の慰問が残ってますから。慰問？まだ歌うつもりですか？軍は13日に予定通りに慰問に来るようにと。満州の首都新疆は大混乱に陥っていました。脱出を図る市民を関東軍は置き去りにしました。満州全土で多くの人々が犠牲になりました。この頃日本では御前会議でポツダム宣言受諾を決定し、中立国を通じて連合国側に通告しました。これだけですか？以上です。内田さん、心配をしなくてもいい。死ぬ気ならとっくに決行していますよ。いや、君は必ず死ぬね。私は映画監督だ。それくらいのことはわかるよ。本気じゃない。何度も夢を見られる。満州は一回だけだったね。たった13年でした。大博打だった。昭和20年8月15日、とうとう戦争は終わりました。日本は戦争に負けたけど、これから君はどうするの？中国人李香蘭として生きていくの？いいえ、わかりません。街は沸き立っていました。中国人たちは爆竹を鳴らし、ドラを打ち、小旗を振り、ある人たちは日の丸を踏みつけて歓喜の踊りを踊っていました。私はヤンチョの上で泣き続けました。要走了吗？你还不快逃回日本去？难道要被送上法庭吗？法庭？是啊，明明是中国人，却去帮日本人，就是汉奸，要判死刑了。終戦を迎えた上海の中国人と日本人の地位は逆転しました。日本人向けの布告が出されました。日本人は戦勝国民を使用人に雇うべからず、日本人は戦勝国民の引くヤンチョに乗るべからず、日本人は常時日教の文字と収容者登録番号を記した腕章をつけるべし、あなた、あなた、あなたが中国のためにどれほど尽くしたか説明してあげてください。お金も家具もヨシコの舞台衣装まで全て没収するって言うんですよ。抵抗するな。でも抵抗なんかしたらヨシコが中国軍に睨まれる。先日全財産を没収されました。電話も止まってしまって、あなたに連絡が取れず
心配させたと思います。先日新聞にあなたと川島芳子さん、チェン・ユンシャンさんの名前が載って、日本の大陸政策に協力して中国を冒涜した官官だという記事を読んで、お父さんは高熱を出して倒れました。今は回復していますからご心配なく。けれど中国が大好きで、日中友好のために力を尽くしてきたので、終戦後の中国の変貌と冷たさに棒立ちになっています。お父さん、お酒を飲み、あの静かな人が大声を上げて自分の運命を嘆き悲しみ、中国は大女優の李香蘭を処刑して新中国のプロパガンダに使うのではないか、そう言って泣くのです。私はあなたの強運を信じています。プライドを持ち続けてください。いつも美しくしていること、自分の正義は中国軍との裁判で立証してください。そして一日も早く自由の身になって、私たち家族のもとに戻ってきてください。よしこ、お金がありません。いくらでもいいからお願いします。川北さん。いや、北京から帰ってきた。しちゃうかい。リコーランが質屋か。金ならあるから。どうせ帰国したら映画に出てもらいますからね。前借りさせてください。ええ、どうぞ。奥様は？あ、北京。上海より北京の方が安全だからね。あ、こんな時にもちゃんとメイクアップしてるんだね。え？偉いね。さすがに大女優だ。万栄の天笠正彦が8月20日に青酸カリで自殺したよ。私たちは本丘の収容所に入れられました。じゃあ李香蘭はこの部屋で、僕はそっちの応接間で、野口君と小出君はここだな。はい。李香蘭禁止外出，审判的时候会军车来接你。能写信吗？不行。那么，请和我在北京的父母联系，告诉他们我在这里。和我没关系，和日侨管理所说吧。裁判はいつから始まるんです？わからないわ。突然銃殺されるなんて。いや、そ
そんなことしたら大きな社会問題になる。奴らだってちゃんと裁判ぐらいはするよ。私、死刑に決まってるんですか？残念だけど、川島芳子、チェン・ユンシャン、そしてあなたは三大女性官官だ。中国軍部は死刑を考えているかもしれないけれど、いきなり乱暴なことはしませんよ。あなたは日本軍部に騙されて万栄の女優となり、会社の方針に従って映画や舞台に出た。いや、出された。そう主張しなさい。そのことは僕も法廷でちゃんと証言する。心配するな。野口君、何してんの？ないな。何が？うん、電源。電源？あ、短髪純喜。うん、密かにね。僕は音楽がないと生きていけないんだ。さすがだね。今夜はもう寝よう。はい。まだ聞きたいわ。はい。ごきげんね。有什么为难的事情你尽管说。哎，我在重庆看过你的万世流芳。よかった。彼リコーランのファンなんだ。かわいい人ね。この頃川島芳子さんの家に。川島芳子、北京の高等法院で裁判か。祖国を裏切った官官の代表だからな。川島さんも死刑、うん、でもお兄ちゃんは小さな頃に日本人の養女になって、ずっと長野県で育ったんですよ。ですから日本人なんです。そのことを証明できれば助かるんだけど、彼女を救おうとする人間が一人もいない。じゃあ僕商売に行きますから。あ、ちょうどいい、俺も行くよ。売るものはあるの？川北さんのアパートで仕入れますから。俺のとこはもうガラン堂だよ。一緒に行こう。はい、いいな、私も商売に行きたいわ。リコーランが売り子になってくれたらすぐに売り切れだな。間違いない。行きます。行きます。野口さん。はい。これ売って。え、何ですか。あれ、これステージ衣装じゃないですか。いいのよ、売れたらレコード1枚買っていいわ。そうですか。じゃあ。这个女人天天都去卖淫。对不起。じゃあ行こっか。はい、気をつけて。いきます。你叫什么名字？我姓朱。朱先生是学生吗？是，我是大学生，早就想着回学校读书了。雅如漆。雅如漆。醉成芳，醉成芳，杯如钩，杯如钩，醉向上。
如果你有什么事的话，尽管吩咐，我一定会帮忙的。ありがとう。李香蘭を死刑にという投書がたくさんありました。必要な尋問を受けました。父亲叫山口文雄，母亲明爱，两个人都是日本人吗？是日本人。是日本人的证据呢？证据。父亲是福山麻铁的中国华教育员，今天叫麻铁的现有名字。麻铁？哪里的文件不可信？私は軍政部憲兵隊警備司令部とたらい回しにされました。你叫李香兰，在北京教会学校义教女子学校学习的时候，用的是潘淑华这个名字。这难道不是你作为中国人的证据吗？不是的。你说你在北京留学的时候，成为潘玉贵将军的义女，所以才取名潘淑华。这谁又能证明？三口数字，李香兰、潘淑华，这三个人是同一个人的证据，哪儿都没有。太过分了，谁都知道我是日本人三口数字。人是会说谎的，语言不能成为证据。不行，不能进去。どうしてくれよ。我说了。だったら日教管理事務所に聞いてくれ。あら、服部さん。ほら、友達だって言ったろ。よしこさん。これを、これ読みましたか。文化館館李香蘭は、来たる12月8日午後3時、上海競馬場で銃殺刑に処せられることになった。新聞にはそう書かれていました。これまでにも根も葉もない情報が乱れ飛んでるからね。しかし、もしかしたら軍政部は彼女の処刑を内定していて、それを知った新聞社がスクープしたのかもしれん。李香蘭がカンカンか日本人なのか、軍事裁判も終わらないうちに処刑をしたんでは、米英やフランスソビエトも反発を招いて国際問題になる。絶対にそんなことはしない。ずっと中国人だって言ってきたから、天罰だわ。日本人なのに満州や中国の人を騙してきたから。あなたは映画に出て、たくさんの人たちに生きる希望を与えてきたんだ。自分を卑下しちゃいけない。大丈夫、あなたを銃殺になんてさせないから。そうです、あなたは日本人なんだから。川北さん、彼女のことを頼みます。あなたの中国人との人脈で彼女を死刑なんかさせずに無事日本へ。帰国が決まったの？すいません。本当に？いつ？12月の第一陣の引き上げ船で帰れるというんです。よかったわね、服部さん。ありがとう。そんな顔しないで、私本当に嬉しいのよ。ありがとう。あなたも頑張ってください。あなたの歌ったイーライシャン・ラプソディのスコア没収されちゃってね。それが一番悲しいよ。Thank you.
と覚えてる？覚えてるよ。作曲家だもん。本当？帰国が嬉しすぎて全部忘れちゃったんじゃない？何言ってるんだい。哀れ春風に嘆くむいすよ、月に切なくも匂いえらいしゃこの香りよ、長き夜の涙歌うむいすよ、恋の夢消えて残るえらいしゃこの服部さんの帰国が決まったことは本当に嬉しかったのです。長い間共に戦った戦友でした。どうした？捨てましたよね、私が。うん？財産没収された後、あなたが飲むかもしれないからって青酸カリ取っとけばよかった。12月8日にヨシコが上海競馬場で銃殺されたら、私は申し訳ないですけど後を追いますから、ヨシコに女医を勧めたのは私です。あの子はもともとそんな気はなかった。どこが悪いんだ、私たちが。満州や中国に何をした、ヨシコは何をした。李香蘭は人々に夢や希望を与えただけだ。自殺なんかしてみろ。カンカンの母親が中国人民への罪を悔いて自殺したってプロパガンダに利用されるだけだ。でもヨシコは死刑になるんですよ。泣くな。私を代わりに殺してほしい。私をバーン、しっかりしろ。はい、どうした？戸籍謄本。戸籍謄本は何だ？あの子が日本人だと証明されれば、あの子は死刑にはならないわ。カンカン罪って中国人の対日協力者のことなんでしょう？はい。父と母はすぐに北京軍政部に向かいました。日の気のない廊下で3時間待たされました。待て。あなた、軍の許可がないのに北京を出て、もし捕まったら裁判に。そんなこと言ってる場合じゃない。上海の軍政部に戸籍謄本を渡して、ヨシコのカンカン無罪を。桂花。是桂花，我是叔祖的父亲，还记得秀子吗？是的，当然记得。不批准你们去上海旅行。不批准？你们不能离开北平市区。桂花，排除，排除。现在啊，长官，收手吧。桂花。我的恋人被日本兵杀害了。是被日本刀砍断了脖子。桂花，这是日本的新编证明书，金城这个交给上海的金城部，
说什么都没有用的。李香兰是汉奸，这是军部的意思。安安静静的待着，不管发生多大的事儿，即使淑华被枪决了，默默的承受是你们的宿命，忍耐着，争取早一天回到日本吧。この日午後3時に銃殺されると新聞に書いてありました。川北さんは朝から軍政部に出かけたきりでした。面会だ。よしこちゃん、リバチカ、リバチカ、元気だったのね。会いたかったわ。どうしてもっと早くに来てあげなかったんですか？私はソ連のボルシュビキよ。私があまり頻繁に顔を出すと、よしこちゃんが中国側にソ連のスパイと思われるでしょう。ああ、そうか。よしこちゃん、国籍を証明する身分証明書とか何か書類ない？書類？そう、戸籍とか、あなたが日本人だとはっきり証明できさえすれば無罪よ。どうぞ。じゃない？ああ、ごめんなさい。今度は持ってきてあげる。北京の家に日本の役場から取り寄せた戸籍謄本がないかな。ああ、どうかしら。見たことないわ。普通満州や中国へ移住する日本人は日本国籍を証明するための戸籍謄本を何通か持ってるんだけど。わかった。私は近々北京に行くからご両親に会ってみるわ。じゃあ私は戻らなくちゃ。ではありがとう。よしこちゃん、またね。フラフラだ。リュバチカ、戸籍謄本きっとピキの家にあるわよ。大丈夫、私はあなたの天使よ。军政部说好了，吃完饭就送你回去，请慢用。谢谢。
武夷的宫廷御用官吉冈将军平时就非常喜欢吃燕窝，他从被侵略的南方要了很多过来，简直是堆积如山啊。是啊，我也陪过好多次。里面都是上海的十里牌，有什么特别的话要和我说吗？如果你想永远住在中国，那就取消审判，把这个家送给你。秘书、佣人、司机、卡迪拉克，凡是你想要的都可以给你，当然还有充足的生活费。怎么了？为什么？不追究你汉奸罪的条件，就是要请你经常去满洲视察旅行一下。希望你能发挥你熟悉那里的优势，帮我们了解一下进驻那里的共产党八路军的情况。你要我当间谍？我不是汉奸。私は日本人、本名は山口よし子です。日本の国策には協力しましたが、それは私が日本人だったからです。私はこれまでスパイ行為を働いたことはなく、今後ともスパイをするつもりはありません。私が今裁判を待っているのは、そのスパイ容疑と官官容疑の汚名を晴らすためなのです。決着がつくまでは、5年、10年。監獄に入れられても私は耐えるでしょう。私は中国で生まれ、中国で育ち、中国を愛しています。おじいさん。リュバ、リュバチカか。そう、久しぶりね。ああ。リュバチカ、おばさん、よくば、よくば元気で、よく来てくれたわね。もしかしてヨシコのことで来てくれたの？ヨシコがどうしてるか知ってる？生きてるのか死んでるのか。元気よ。元気？生きてるの？ええ。お父さん、ヨシコ、ヨシコ無事ですって。どうしてそれを知ってるんだ？あったのよ、収容所で。上海の収容所か。私も今上海のソ連領事館に勤めてるのよ。ソ連領事館、共産党員か。ええ。どうすけが卑怯な真似をして。満州の日本人が地獄見てるんだ。ごめんね、リバチカ、あなたのせいじゃないんだから。敗戦でぺしゃんこになってしまって。おばさん、戸籍と本ありますか？戸籍？それさえあればよしこちゃんのカンカンのお疑いは晴れるんです。戸籍謄本はないよ。どうしたの？これあげる。身の中。おじいさん、ソ連のことと私と一緒にしないで。悲しいわ。私昔のママのリュバチカよ。春にイカチリンブルクに帰って結婚するの。結婚？ええ。だからもう会えない。おじさんにそんな顔されるのは嫌です。私を忘れないで。ああ。
コ捨て。言っちゃダメよ。私のあげたタバコなんだから。ルバチカ、今日北京にいるの？ええ、旅行ファン店に。はい。私だ。是小竹，对不起，打搅了。おはようございます。おはようございます。这个是个中国人让我交给你的。谢谢。それ、誰かにあげるつもりだったんですか？ええ、私の護衛をしてくれた児玉さんという方に。フィリピンに行かれて戦死なさったんですか？一通手紙が届いただけです。それだけで。お、立派な人形だな。美人だ。ああ、ごめんなさい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 。ちょっと、これ何か入ってない？父。山口文夫、母愛、出生大正9年2月12日。リュバ。你怎么证明这上面记载的山口淑子就是你本人？签名。就靠这张破纸就想证明你是日本人山口淑子吗？嗯，叶先生。干什么？可以了吧？什么可以了？这份书面材料是日本国的真实证明，你知道的很清楚。证人他是日本人，从罕见的罪名中解放了他吧。中国不是大国吗？心胸应该也很宽大。嗯，先生说的有道理，但是。我去一下。川北さん、もしかして東本を？いや、捨てたりはしない。そんなことしたら許さない。それから2時間以上待たされました。遅いわ。やっぱり私の死刑は最初から死刑にすると決まっていて。二人でどこかへ逃げようか。金を使えば香港や台湾に逃げることはできる。二人でそこで暮らしても。何を言ってるの川北さん。君と二人でなら生きていけるよ。かしこさんがかわいそうです。
めやしない。ダメ、いけない。前两天的饭菜还合口味吧？你是上海这家布达兰吧？听见外面的鸟叫了吗？知道这是什么鸟在叫吗？是啊，休息区。据说那是报喜的鸟。你呀，还真是个中国人。流淌着日本人的血，可是心还是中国人的心。免除你的汉奸罪以后，作为一个日本人，也不要忘记养育你的中国。日本人，承认了，李香兰是日本人，山口淑子，我不是汉奸吧？2月中旬、私は軍事裁判所の法廷に召喚されました。现在中国上海军政部就被告李香兰犯汉奸罪一案进行宣判。本庭承认作为证明日本国籍而提交上来的户籍堂本具有完全的可信性。这上面记载的山口淑子是山口文雄和爱的孩子，是日本人。本庭宣布解除其汉奸罪嫌疑，无罪。但是这并不是说一点问题都没有，还有伦理上和道义上的问题，那就是用中国人的艺名出演一些像《支那之夜》那样的电影。虽然在法律上与汉奸罪无关，但是本庭认为出演这类电影实在是一件令人遗憾的事情。非常对不起。如果媒体知道了李香兰要回日本，肯定会大肆渲染，所以请务必混在一般的日本归国者中，不要让别人知道，作为一名普通的日本女人回国。谢谢。随分とご心配をおかけいたしました。2月に軍事法廷で日本人だと認められ無罪判決を受けました。3月末出港の引き揚げ船雲仙丸で帰国できることになりました。よかった。カンカンと呼ばれて収容所に入れられた時から今まで処刑されることばかり考えて10も20も年を取った気がします。でも今度こそはと一日も早く日本で家族が再会できますよう心から祈っています。それからリュバチカから連絡があったら必ず私に連絡をとご伝言をお願いします。こういう時代ですからこのまま永遠に別れ別れになってしまうかもしれません。よしこが本当に会いたがっていたとご伝言をお願いします。3月末か。
あ、もうすぐだな。私たちも帰りましょう。うんうん。リバチカ、エカテリンブルクへ行ったから。結婚するって言ってたよね。よかったですね。这是夜来香呀。別れだな。寂しい、悲しくてつらい。さよなら、私の中国。武術、法典、新疆、上海、さようなら。リュバ・グリーネッツと上海で別れてから52年が経っていました。大丈夫、私はあなたの天使よ。私の命を救ってくれたリュバにもう一度会って、どうしてもお礼が言いたいと思い続けていました。そしてついにリュバの居所が分かったのです。私です。山口よし子です。
リバチカ、ヨシコよ、日本から来たの。ヨシコちゃん。そうよ。リバチカ、生きてたのね。Уже забыла.一人なの。ティアトナ。うん。Вот пирожки. Я помню, ты очень любила русские сладости. ありがとう。Может быть, конечно, они не такие вкусные, как у мамы. Итадакимасу. Ойши. Нацкаши ва. Окасан но цукутта но то ондажи аши. Правда? Аната но отосан то окасан но цукутта кейки я чоколето.Твои родители благополучно вернулись из Пекина в Японию. 1948年に引き上げてきた。あ、ごめんなさい。物騒楽ファシモンガル。Они вернулись. У них все хорошо. Что-то случилось?と母は離婚したの。あ、チエツ、イマツ、ラズベリス。ラズベリス。Почему? Ведь они так хорошо жили. Это война? 父は。母と別れるときに私にこう言ったわ。幸せも夢もすべて中国に置いてきた。おいちいさ。父はね、帰国してもことあるごとにリバに会いたい。リバどうしてるかな。リバに会ってお礼が言いたいってそう言ってたの。だから今日はとっても喜んでると思う。リバは墓地に案内すると言いました。歩きながら私の戦後のことを聞きました。女優を続け彫刻家のイサム・ノグチと結婚したが別れて、それから2年後に外交官の大高宏と再婚したこと、昭和44年からテレビ番組の司会をやるようになり、49年に54歳で参議院議員になったことなど取り留めなく話しました。みんなのお墓、
さん、おばさん、ゆうり、ピョート、山口よし子です。お兄さんの墓は？ナナさん一舞台してる？ナナさん一舞台？まさかお兄さんナナさん一舞台に？私は日本を呪いました。すごく呪った。でも約束しました。よしこちゃんと天使でようと、どんなことがあっても天使のままでようと。ごめんなさい、リパチカ。エカテリンブルクからの帰路、私は北京に立ち寄って川島よし子さんの墓に詣でました。川島さんは昭和23年3月25日北京第一監獄の刑場で銃殺されました。今度生まれる時は猿の方がいい。人間なんて、人間なんて。中国人なのか日本人なのか、その祖国に苦しみ日中両国の銃弾に撃たれて死にたいと悩んだあの日から60年以上の歳月が流れました。戦後日本人として生きた私の一番の喜びは、昭和47年1972年9月29日に日中の国交が回復したことです。戦争を戦い、殺し合い、憎しみ合い、悲しみを積み上げてきた祖国日本と母国中国がやっと手を携えた。その嬉しさに全身が音を立てるように震え、涙があふれました。平和を。